こんにちは。暗号通貨、特にビットコインですとかね、イーサリアム、今値段がすごく上がってますけども、こういったものを大量に保有している方とか、それからね、大きな含み益を得ている方、本当に用心していただきたいのが、不正アクセスによる、情報漏洩、資産漏洩ですよね。これっていうのは、やっぱりね、すごくね、詳しい方がやってくるんで、私たちじゃ太刀打ちできないところがあるんですよね。そのためにやっぱりパスワードを絶対に人に教えないとか、見えるところにこう書いておかないとかね、そういったことが大事なのかなと思います。でも中にはね、パソコン上にデジタルでパスワードなどを書いている人がいて、それハッキングされたらスポッと盗まれてしまいますんで、やっぱりね、こういった紙に書いておく。特にね、上手な人は紙に、3枚の紙に分けてパスワードの前半、中盤、後半っていう風に分けて書いている例が多いみたいですよね。そういう風にして3箇所に保管しておくとかね。で、いざとなった時に自分が分かんなくなっちゃいけないんで、その辺のバランスも大事なんですけども、やっぱりこう何気ないスマホの中に入っているデータとかね、パソコンの中に入っているデータとか、本当に URL 自体は短いんですけども、そこに入っている資産っていうのは数百万とかね、時には数千円、数億円に上ることが多いと思うんで、本当に用心しなければならないなと私も日々思っております。そしてですね、警備会社が情報のセキュリティっていうサービスを始めたりとかしてるのを聞いたのが十数年前なんですよ。これからは個人情報をお客様から預かって、それが漏洩しちゃいけないんでね、いろんな意味でセキュリティをかけていると思うんですが、ただやっぱりね、大手一流企業からこういったデータの情報漏洩の事件っていうのは本当なくならないですよね。でもうね、あまりにもそういう事件が多いんで、あまり報じられなくなったりとか、報じられても私たちの方がね、またかでね、麻痺しちゃってるところがあると思います。でもやっぱり個人情報を知られることによって、いろんなね、弱みを握られたりもするわけなんですよね。だからそういうふうなところで、弱みのない方はいいんですけども、いろいろと用心しないといけないことがあるかなと思いますよね。はい、じゃあ今日はそんなところですかね。ナミさん、お疲れ様でした。